いやー、やっと完成しました。で、まだね、この動自転車の動画を詳細ちょっと撮らない方がいいかな、撮った方がいいか、今後のために。まあ、撮ってなかったんで、この自転車の詳細を今から撮っていきます。はい、あまり余計なことを言わずに、ちょっと今から店不在になりますんで。このバッグいいよな、これオルトリーブの。みんながいいって言ってないバッグね。みんながいいって言ってないバッグはね、本当にいいバッグかもしれないんで。よいしょ。でかいな、サイズが。よいしょ。やっぱイーストンかっこいいな。かっこいい。黒いね。黒いね、でも色がね。やー、できました。やっとね。で、今回はこの自転車の詳細、佐賀君来た、撮っていこうと思います。ちょっとなんか荷物あるか、僕の荷物か。ちょっと行ってこよう。え、もしかして僕の荷物ですか？違います。あ、違います。あ、僕のじゃなかったみたいです。じゃあ、じゃあ取っていこう。で、このバイクはね、総川ガレージさん、大阪の、来月一応行くことにしてます。ちょっとまだアポ取ってないけど、2月の18日日曜日に一応大阪に行きます。はい、で、このね、塗装がね、結構悩ました塗装ですね、ペインターさんを、これも、このオーナーさんがね、こういう感じにしてくれっていう、お任せの、その画像があったんですけど、プロレスのマスクを持って行って、それでお願いしますって言うとね、ちょっと お任せカスタムですね、これね。で、やっぱね、なんかここがモテるっていうので、今回ウルトリーブをもう決断してもらいました。で、色もいろいろあったんだけど、やっぱね、この なんだプール言ってます、このブラックがツヤありだから、今回あえてここをね、ツヤありのブラックにしてます。その方が統一感はいいかなと思って。これね、スピードメーターをね、どこにやるか問題があったんだけど、こういうアダプターを使えば、ここにね、上にスピードメーターつけれるんですよ。で、結構ね、ダサかったんで、今回これをちょっと外して、一回このお客さん来たらどうですかみたいな感じで、ちょっと聞いてみようかなと思います。これ充電のケーブルね、納車した時にもういきなりもう忘れて帰ってるみたいな。で、ワンタッチでカチッと外せますと。はい、で、コンポーネントはシマの105の DI2 です。はい、この前なんかブレーキ突然調子悪くなって、今ホースを新しくして、オイルも新しくしました。はい、異常なしです。はい、で、タイヤがシュワルベのプロワン、これがね、電話来た。ちょっと電話がありました。モトクロスインターナショナルさんが、明日フレーム出荷していいですかと。いや、明日待てよ、20日締めじゃないかと。21日にしてくれと、そういう指導をしました。はい、それはいいとして、タイヤがシュワルベのプロワン、
やっぱねこのタイヤがいいです。で来今月末1月の30日の火曜日に、PR インターナショナルさんのショールームに お邪魔して動画撮りますので、またちょっとあのずかずかと質問していこうと思います。いやもちろん当然ね、段取りはやっていきますよ、先に言っとくけど。でこのホイールがクリス・キングのホイールで、フックレスなので、チューブレス用しか対応してなくて、チューブドがねいろいろやってたけどダメでした。あとケーブルがね、内装ね、そう、左レバーを後ろブレーキにしたかったから、ここを出口、入り口にして、でブレーキケーブルは BB の下付近を出てます。でイーソンのクランクです。一応ねこれ11段までなんですけど、一応12段も使えます。はい、でも先月ぐらいかな、イーストが12段用のチェーンリングを出してきましたね、やっと遅い。はい、でイーストンじゃなくて、ペダルが XTR の、SPD。 なんか僕たちの乗り方が目的地についてちょこちょこ歩くタイプなので、 SL から SPD に変更しました。でサドルが SMP のVT20、 これ僕がスコットで使ってるサドルの、なんかねシクロクロスとかマウンテンバイクでも使えるように、ちょっと表面を泥はけがいいような加工をしたサドルになります。これ1万5000円ぐらいかな。このサドルね結構いいですよ、本当騙されたと思って使ってる。特に骨盤が歪んでたりとか、膝とか、足首とか痛みがある人がこれ乗ると、なんかね座ればなんか治るような気がして、僕はもう1年間これを愛用してます。まあでもサーリーとかやっぱその、ジャンルに合うサドルは、WDB つけたりとか、してますけど、全部ねこれにしたいです僕は本当は。はい、こうだね、このヘッドバッチいいですね、これね。っていうか塗装この角度いいな、この角度でかいな、フレーム、この角度いいな。105、確かねこれスプロケットこの人だけね11のね 36D にしたんですよ僕は。なんか坂登れないかそういうのが聞いてたんで、純正はね11の34かな、確か 36D にしてます、これ。いや綺麗な。で今回ねボトルケージどうしようかなって悩んでて、さすがにちょっと黒森とカーボンだから、黒森に行きがちなんだけど、あえてなんかベロシティの樹脂にしましょうってことで樹脂になりました。ちょっと反対見てみましょうか、ね、そうです、前後スルーアクセルです、スルーアクセルね。もうやっぱこれから時代はディスクのフラットマウントか。なんかゴミをつけて、このアダプターをねここつけたかったんだけど、これがあったからここにつけました。すげえな、これこんなの、コーナー大阪ジャパンね。いやー、ソーカーさん元気してるかな。ソーカーさんのとこもお子さんね生まれて、多分リンちゃんと同じぐらいなのかな、2歳か3歳ぐらいなんで、なんか同じような感じですけどね僕の家と。でこれ、ね、DKG のねシートクランプね、なかなかなかったんだけどこれにしました。 なぜ DKG にしたかというと、昔シエロっていうロードバイク持ってて、そのクランプがね DKG だったんですよ。イメージとするとなんかサルサのシートクランプつけたいんだけど、もうサルサのシートクランプがもうなくてこれにしました。でコーナーバイクのこれはね 30.00 じゃなくて確か 28.6 だったのかな、このチューブがちょっと薄いのかな。いやかっこいいですね。でこのバイクがね、2月4日江田島で、昼クレームをするんだけど、その時に多分先頭引っ張ってくれますからね。先頭引っ張ってくれるんだけど、もしかしたら道を知らないかもしれないんで、2月4日奈美ちゃんが先頭に行って僕がその後ぐらいから、今後もなんかね、今年は思い出作りするためにいろいろ行くみたいなんで、もしかしたら全国各地でこのバイク見れるかもしれないんで、4月の20日ぐらいには岡山エンデューロにも出るし、野呂さんにも行くし、富士ヒルはもう行かないし、そんなもんかな。もしこの自転車見たら声かけてあげてください。はい、以上
終わります、引き続き、コーナーバイク当店に注文できますので、気になる方いれば相談をお待ちしています。で今回言い忘れた、このフレームのジオメトリーは僕が、まあ、一番いいと思っているジオメトリーでしてますので、だからね、この辺をね、ちょっとパナソニックさんをちょっと参考にして、でこの辺ちょっとオールシティ参考にして、ちょっとなんていうかな、めちゃくちゃいい仕様になってますので、もしそういうのももし乗ってみたいなっていう方がありではぜひ相談お待ちしてます、はい、じゃあ写真撮ろう。てか音声撮れたかな、ちゃんと。よいしょ、軽いねこれね、フレームサイズ大きいけど軽いわ。チューブレスか、チューブレスか、結局チューブレスか。105のブラケットかっこいいよな。すげえな、こんな高級車にオルトリーブつけましたみたいな。かっこいいですねオルトリーブね。みんながいいって言ってないのがいいなこれ。多分全国でオルトリーブのこのバッグがいいって言ってるの僕ぐらいじゃないですか。やっぱプロファンかっこいいな。この隙間がいいですね、隙間がね。うわこれすっごいよこれ。イーストンね、シボトルケースとか。お腹減ったな。うわこの角度すごい。よし戻ろっか。